いらっしゃい、お一人さんで。カウンターが空いてます。すぐ注文受けたまわるんで座ってお待ちを。うす、ただいま。カツ丼セットお待ちどうす。へえ、取材は昨日あったばかりなんすけど、何でもニアで広まったらしくて、こっちも戸惑ってるくらいです。了解っす。こんばんは。お疲れ様です、高畑くん。北斗、ほらよ、俺のおごりだ。神はおかみさんから教えてもらってる。丼物とは勝手が違うからなかなか苦戦しちまってるかな。いえいえ、見た目も素敵ですし、ほんと美味しいです。私は普段ほとんど料理をしませんから、素直に尊敬します。Thank you.
あいつもあいつで忙しそうだな。表だけじゃなく裏でも大層な立場みてえだが。白の巫女、そういや魔女との戦いでも名乗ってやがったか。心を読んでんじゃねえよじいさん。だがそうだな、相も変わらずいろいろなしがらみにがんじがらめみてえだ。そのくせ降りかかる面倒ごとは涼しい顔して片付けちまいやがる。昔からあいつはそういう女だった。3年前のあの事件もあいつがいなけりゃ解決しなかったはずだ。だがあまりに完璧すぎるっつうか、完成されすぎているっつうか、味方についていた俺たちですらうすら怖えもんを感じていたくらいだ。あれから3年、俺は一度だってあいつの弱みってやつを見たことがねえ。正体を明かした今になってすら俺たちと絶妙な距離感を保ってやがる。前々から思っちゃいたが、つくづく住んでる世界が違うみてえだな。どういう意味だ？じいさん、あいつを知ってんのか？お待たせしました。早速調査を開始しましょう。あら、どうかなさったんですか？そうだな、カズマ、お前だったら。切り裂け！切り裂け！ええ！
いだな。それ足元に気をつけろや、北斗。貫け、大事刃よ。いざとなれば結界術もあります。刃よ、必要ならいつでも言ってくださいね。チャージ完了だ。宝箱ですね。道が開けました。あと少しです。
大丈夫ですこの間の戦いの疲れが今頃出たのかもしれませんね。とにかく今はこの異界を調べるのが先決でしょう。何かが違うのは確かですし、少しでも多くの手がかりを持ち帰らないと。あんま背負い込むな。俺も時坂たちに教えられちまったことだが、結局てめえ一人にできることなんて限界があんだよ。忘れんな、お前の周りにも仲間がいる。単なる協力者じゃねえ、心底背中を預けられる仲間がな。お前ももう少し周りを当てにしてみてもいいんじゃねえか、高畑君。まさか高畑君からそんな言葉が聞けるなんて。一瞬龍崎さんの姿が重なったような気がしました。あんなクマみたいな野郎と一緒にされちゃたまんねえな。ありがとう高畑君。なんだか3年前以上に心強いです。に甘えさせてもらいますね。力を貸してください高畑くん。任せろよ、行くぞ北斗。やっ
しガンガン行くぜ。焼き尽くせ。切り裂け。そこだ。変わります。それやるわよ。貫けよ。やるわよ。その後、俺たちは無事に現実世界へと戻ってきた。結局この奇妙なゲートの正体は北斗にも見当がつかないらしかったが、泰造爺さんにとっては七草が守られただけで十分らしく、ひとまず一件落着となったのだった。食えねえじいさんだぜ。今日は本当にありがとうございました、高畑くん。おかげで心配事の一つをなんとか片付けられました。まあ結局あの妙な異界の正体は分からずじまいだったがな。しかし北斗、一つっつうことは他にも何かあるんだな。ええ、ですが近いうちに必ずお話しします。もちろん時坂くんや柊木さんたちも一緒に、そのための準備も進めている最中ですから。だったらいい。いずれにせよ俺たちは3年として後輩たちを支える、それだけは変わらねえだろうからな。そうですね、頼りにしていますよ高畑くん。こっちのセリフだぜ。